どうも、ゆるざです。それでは、動物の森やっていきましょう。じゃあ、そうだね、外に出てきてって言われたんで、外に出ようかなと思います。考え中が流れて、止める。無事だった。どういうこと？テントに戻ってから丸一。そんなに、そんなに。これはそうだと。ああ、本格的に動き出すんだね。ほいほい。おお、スマホ。これね、ちょっと手段が増えそうだね。さ、でも電気はどこから来るんだろうね。全部入るんだ。ほう。全くないです。おめでとうだろう。この世界では持ってないからね。お前お前早速か。49,000高くね。払えません。払えません。あ、へえ、そういったマイルはそういうふうに使えるんだ。はあ。たぬきマイレージプログラム。たぬきマイレージ。はいはい、あ、別ポイントってわけか。5000万本。お前いきなり金の請求か。さあ、自分次第自由だということで、ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきますと、画面に右に表示がされているのでオートセーブしていません。ゲームを触らないでください。マイナスボタンを押せば好きなタイミングでセーブしてゲームを終わることもできますと。ZL、 ああ ZL ね。はい、なるほどね。こういうふうに取れるわけね。そしたら最初だしね。プラスが撮影。さあ、まだ鳴ってるね。たぬきマイレージ。はいはいはい。活動の島に応募、島の活動か。プレゼントね。得点できますと。っていうことは、これだね。500。あ、これはなかなか。釣り、昆虫。はあ、じゃあこれをできるだけこなしていってって感じか。お、マイデザインか。なるほど。にしてもおしゃれだね。マップは
現在の島の全体地図を示してますと。ほうほうほう。オン、オフだね。ずっとオフ。ああ、これで移動はできるんだ。へえ。おお、パスポートね。へえ。更新。はあ、写真を撮ってできるんだ。緊急脱出サービス。はあ、バグ予報ね。マイルが必要。いえ、脱出はしません。そんないきなり脱出って。釣り具欲しいね。右下に全員表示か。はい、任天堂からアップデートね。スイッチと作業台。覚え。置いていこう。ついでにスイッチ置いてみたいしね。あ、違う。とりあえず。ダメか。さあ、とりあえず釣りとかしたいけどすぐできるのかな。問題そこだよね。とりあえずあの DIY か。はいはい。こっちはその後請求されてるから全てあれだけどね。はーい。さあ、ちょっと案内所行きましょうか。そっか。さあ。エガさん、いらっしゃいなの。見せ通りまぶしいけど、今がゆっくりしていてね。自分の星などが何処に必要だったら、遠慮を嘘を出してちょうだい。あと、流しようなのがあれば、まじ死にきれに欲しいなの。ちょっと頑張るのが、頼むのでもなくならね。逆に推しの会社に行ってなら、お目出しようなし言わんでのコンビだがいいなの。そうそう、そうだ。はいはい。今、自分だけ演じる大丈夫を、リアリで踏んでる点という。ミルワークちょっと言ってんだの。いや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 い。じゃあ今回は作れるもの作ってっていう感じか。はいはい。と言っても天道って何釣り台の釣り鳥では合わせるだけ。あ、やっぱレシピと材料か。ただしその意味に魅力が沿っている背負の距離を合わせる専用の作業台ね。釣りをすると断定ながらなの。それじゃ3台を忘れてもらおうかな。トライブル図鑑を見せるよりは消えたら3本なの。5本だけいいんだ。その前にちょっとしょぼい。できたよ。じゃあ、いよいよ釣りをする点だの。作業に釣りたいものを決めて、釣りだけ中に隠れて。はいはーい。
あ、こんな感じでね、これ作りましょう。いや、あんなガンガン回さないだろ。あー、ツールね。はいはい、ありがとう。はい、どうぞ。出さなくてもメールで送れそうな気はするけど。あ、はいはい、レシピはそこに載るのね。ありやすい。そうだね。その時は教えようかな。てか壊れるっていうのがちょっと覚える。ふむふむ、素朴な DIY ってことは借りよう。ってことは、まずこれだね。さあ、2つ目出来上がり、終わりにする。さあ、壊れるっていうのがちょっと気になったね。さよ。見る見る。さあ、何があるかな。アウトドア発電機。もう一回見せて。はあ。雑貨、家具、なし。初めてパチンコ。あー、なるほど。はいはい。で、持ち込んだのは？買い取って。さあ、雑草とかがいくらになるのか。雑草、これが、雑草。石はちょっと使うかもしれない。雑草をとりあえず売ろうか。この辺り、なんか使うかもしれないんでね。はいはい。おお、売っちゃう。さあ、あとは3000円入ったから、商品見せてもらって。パチンコね。おい、買います。はいはい、ちょうだいちょうだい。こう一つずつこうもどかしい感じはなんかいいな。デスストーン思い出すな。お前それネット通販の類みたいなもんだよな。データだけ渡してって。大丈夫です。さあ、問題はあれだね。なんて言ったらいいかな。お金てか素材集めるのがちょっとめんどくさそうな感じはするね。パチンコと、まあ、この辺りってことか。材料が足りない。椅子もちょっと作れるか。よし、次の段階いきますか。じゃ、釣りしよう。釣り、めちゃくちゃ綺麗さっぱりに。
そうね。手にも。よし。アゲハチョウ。アゲアゲだ。まあいつも通りだね。左側がなんかゲンゴロウかなんかに見えたけど、入気もしてくれない。ちょっと離れよう。これこれこれなんだ。来ないのかい。じゃあここさあ、画面は全く見えません。来るかな。あー、そっち？意外と流されていくね。これ捕まえたいな。意外とだ。よー、なかなか。え、マジでそっち？ん、これはゲンゴロウ。うい、あげは。いや、俺釣り出したいんだよ。意外とあれは虫という判断で捕まえれるんだね。よし、次こそは。あ、ショートカット。あったあったあった。これは何が釣れたの？あ、早すぎた。もったいないことしたな。逃げたよね。お、なんかくれるの。おお、チューリップハット。へえ、帽子もらえるんだね。お、そういうやつ。なんでもない。いや、ちょっと捕まえたいな今のは。どこ行った。トンボが使え、銀ヤンマっぽかったんだよな。キリギリス。こっちからの方が。いや、意外とそうでもなかった。むずきな、微調整。そうだ、食いつけ食いつけ。よし、ちっちゃいのは。おお、ちょうちょう魚。ひらひら泳ぐからっていうことね。いやー、釣りいいねー。そう、たまにさ、こう水ブシャーってしてるのがあってさ。あ、実はこれさっきから気になってて。バッター、よし。これはイナゴ。あ、
しょぼい、しょぼいね。ほんとだ、しょぼいね。この辺に飾ると、あ、へえ、へえ、へえとしか言いようがないけど、あー、じゃあ硬い。おお、じゃあこれは、新しいのね、博物館のことも考えて、あ、ブルーギルは多分持ってたか。この辺に置く。恵比寿街もあるんだね。これで、この辺に飾る。椅子の上とか飾れない。あ、やっぱ置けた。いいね。物置としては見た目はいいね。この辺に飾る。やばい。ただのゴミを置いていってるようにしか見えない。でかいのいたー。よし。見てろよ。見てろよ、お前。来てるぞ。来るぞ、来るぞ。さあ、これは、鈴木。いやー、いいね。鈴木ゲット。お前、ちょうど見てなかったな。この辺に数ある。でかっ。でかくね？お、タイヤ。誰の車のタイヤかな。そのタイヤ何かに使えるかも。へえ。結構釣ることの楽しみは増えてくるね。ん、何か他に達成してるのあるかな。あった、スマホある暮らし。いやー、でもこの5000いきなり使う感じか、なんかちょっともったいない気もするけど。まあ、しゃあない。の前に、さっきのちょっとタイヤとか見てみたいよね。レシピ思いついたって書いてあったけど、リサイクル長靴。これは？おお。これ作ろう。僕だし、タイヤね。遊具、タイヤの遊具。で、これは多分、あと1個ないと無理なんだよね。オカリナ早く作ってみたい気がするけどね。じゃあ、これで。あ、そうそう。はいはいはい。タヌポート。はいはいはい、タヌキショッピング。タヌキの ATM ね。了解。はい、マルチメディアとタヌポートでございますと。1日目50マイル。おお、555や。たぬきショッピング。はあ。聞けた意味を。お金で買えるんだね。ATM。ああ、ベルね。ATM か。の前に、そろそろ。そうだよ。
移住費用のこと。そうじゃあ、ハロー。550円。はいはい。うん、最高かな。まさか。お前それ狙える最初から。そうだね。はいはいはい。チェックね。そうか。ということは、家を建てますか。せっかくなんで。ホンダはちょっとね、テント生活がいいんだけど、結構ね、荷物は、ね、家の前がゴミ屋敷みたいになってるんでね。さあね、マイホームの相談。決心ついたね。うん、高っ。お願いします。建てるかね。もう、屋根の色。これじゃない。あー、オレンジはないのか。じゃあ赤買いくらいランク。あ、へえ、はいはい。ピポパ、はいほう。まだ結果家建てないとって感じか。明日ね。はい、ということで、今回ここまでにしましょうか。なんだかんだ、いい感じにタヌキにお金を絞り取られるということになってますが、まあとりあえず大丈夫かなと思いますんで、また次回ね、のんびりしていきたいと思います。次回は新しい家が建ってると思うので、まあいろいろ家具揃えたりちょっとのんびりやっていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。